ツイッターだと文字が少なくて誤解が生まれるため、動画で主張を中心にするという和也氏。動画でなら彼の真縁、真意を受け取れるかと思いますのでご紹介します。11月15日第1部前半、和也の意味深な話。大統領選っていうのは我々応援しても意味がないってことを指してるんじゃないかなということですよね。なるほど。ただあれなんですよね。これ僕が思うにですけど、一部の人にとってこれは聖戦なんですよ。とのことです。聖戦、名言飛び出しました。あ、なるほど。もう聖なる戦いだからこそ引けない状態になってしまってるんじゃないかなと思うので、聖戦って仮定すると他の人を攻撃するのもわかるというか、そこから外れた人は粛清しなきゃダメなんだっていう思考になっちゃってるんじゃないかなと。とのことです。なるほど。青山議員や百田直樹先生に対して聖戦を戦っており、もう後に引けなくなってしまった自身の現状を吐露されているようです。だから違う考えの人を、バーカ、信者になってはいけない、願望が認知を歪ませると揶揄して粛清しようとされたんですね。ただまあ、常念さんは今日ポツダム宣言後の本土決戦やらなきゃいけないんだって現実が見えてないみたいな形でも表現してましたけど、またそれが言い方が悪いとか書き込まれてて、これは僕も反省すべきところだと思いますけど、いわゆる左派がやってるようなことと同じなんじゃないですかっていうようなことを、それで気づいてほしいなって思うんですけども、やっぱそれで傷ついたって人もいるから、傷ついたって言われてしまうと感情の戦いになってしまうので、ちょっとどうにもなんないんじゃないかなと。はい、とのことです。相手が傷ついたというと感情の戦いになってしまう。和也氏は自分が感情になったとお認めでした。つまり自分は感情的になってもいいけど、相手は冷静じゃないといけないってことでしょうか。重症者じゃない人まで入っちゃってる。そう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 。なんでこれ全員病院に入れようとしたり隔離しようとしてるのかっていう。過剰なんですよね、日本で。過剰だよね。これ何の利権なんだろうね。うん、やるまで遅いし、やり始めたらめちゃやるし。絶対なんかの利権なんだろうね。うん、とのことです。私はこれが一番引っかかりました。利権目当てにコロナ患者を受け入れていると思ってるんでしょうか。命をかけて現場で働く病院関係者に対して配慮が欠けた発言だと思います。これこそ証拠あるんですか。根拠なしにこんなこと言っていいんですか。藤井元気さんとかが山ほど不正があって山ほど証拠があるって言ってたけれども、結局ケントさんが言ってる通りでネズミ一匹出てこないみたいな状況に今。いや、疑惑はいっぱいあるんですよ。証拠はないんですよ、とのことです。トランプ vs バイデン、藤井元気さんの陰謀論上等、ドミニオンある、パウエル解任、フェイクニュース、不正選挙あるでもお知らせしましたが、藤井元気さんは証拠は示しませんでした。和田健二さんは藤井元気さんが証拠があると嘘をついたかのように印象操作しようとしたようにも見えましたが、和也氏が訂正しました。この点和也氏には良心があったと思います。ケントさんはドミニオンはもうないよという感じで言ってますしね。だからもう本当に今回本当に見ててもね、本当に嘘っていうかフェイクニュースがめちゃくちゃ出てるし、それを拾って一喜一憂してしまっているのが本当に現実として、結構フェイクニュースを掴んでトランプ勝ってほしいからっていうのはわかるんですけれども、なんかフェイクニュースを次から次に持ち出してきてなんかやるのはどうなのかなって個人的には思うんですけどね。そうですね。気持ちはわかるけども、ちょっと情報は精査した方がいいんじゃないかなと。奥山さんに僕は近いからね、いつも聞くんだけれども、もうこれ来てるのがもう引用してるサイトがもう全然ダメ。もうあのムーみたいなやつを持ってきて、そうそうそう、なぜそれをこれで逆転できるってみんなが盛り上がってるかわかんないっていうぐらいの情報ね、みんなが危機として来てるからって奥山さんはすごい言ってましたけどね、とのことです。あれ、メディアに対してゼゼヒヒで見るんじゃなかったでしたっけ。今出ている大統領選の情報で証拠になるものは存在していないように思います。バイデン有利の情報を次々に拾って一喜一憂しているように私は見えます。
また会見君主党さんが黒幕は奥山さんだとおっしゃっていました。私は黒幕とは思いませんが、確かに奥山さんの名前はしょっちゅう出てますね。ちょっと今コメントにあったんですけど、分断する気かみたいなものがあったんですけど、これ逆なんですよ。陰謀論派が分断させようとしてるんですよ。そう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 、本当そうなんですよ。だって議論できなくなっちゃってるわけじゃないですか。陰謀論派、陰謀論派って言うとまた怒られるかもしれないですけど、そういう人が全く議論とかそういうものではなくて、もう信じるということになってしまうと分断してしまうんじゃないかなと、とのことです。和也氏と百田先生のことの発端は、和也氏がトランプを信じる人を信者だとか揶揄したのが原因です。自分から仕掛けて被害者面するのって、あなたが忌み嫌う左翼と同じ手口では？健康くんは陰謀論大好きだよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。